こんにちは、アスです。アキです。本回はいこんにちは、アスです。アキです。いやー、待望の待望の、はい、今回はアキに、はい、来てもらいました。イエーイ、来ました。見てください、すごくないですか。今日はアッキーのスニーカーハウスもお邪魔させてもらって、はい、僕らちょっと今日これ、ね、着てるのも、はい、わけがありまして、はい、本当に全部紹介するのでもいいんじゃないかと思ったんですけど、結構僕動画上でスタイリングを、まあ、やるのが好きだし、結構やってるので、今回もちょっとスタイリングを組み込みたくて、僕普段全くナイキのスニーカーとかを本当に履かないんですよ。ティンバーランド、ニューバランス、クラークスばっかり、本当にスニーカーがメインのアッキーに、はい、スニーカーに合うようなコーディネートを組んでもらって、スニーカーを普段履かない僕がスニーカー合わせるんだったらこういう風な着方をしますっていうやつやろうかなと思って、これで決めました。なるほど、はい、もう楽しい、もう楽しい、楽しそう。で、僕入った時からすごい気になってたのが、はい、ぶっちゃけこの中で一番高いのが何なんですか。あ、出た、その質問。いや、これはもう土手選びにしますよ。そうですよね、はい、どうなんだろうな、やっぱこのトラビス、トラビスコット。あ、それも、あ、超かっこいい。そうですかね。これがあれですね、この逆の。そうですね、逆の約束して大事にしてますね。これが一番高いとだと思います。こっちの色僕あんま見たことないんですけど、こっちの色は知り合いが履いてるのを見たことがあって、あ、茶色系ですよね。SB も、そうでも、あ、なんかコラボものがやっぱり値段が上がるんですね。上がるんだと思います、いや、すごいな、本当に。ちなみになんですけど、アッキーのご紹介をちょっと忘れてました。アッキーさん。アッキーです。ハローアッキー。僕もアッキーの方のチャンネルにちょっとお邪魔してて、アッキーの方ではまたちょっと別の企画をやってるんですけど、僕は逆に、まあ、アッキーにスニーカーをレクチャーをしてもらうという感じにはなっております。で、まあ、ちょっと高いのが、はい、トラビスという。そうですね、アッキーの、まあ、これもね、ド定番、本当、申し訳ない、ド定番で、はい、一番のもお気に入り、もうベスト、もうキング。でもやっぱりなんだかんだこれをずっと、これはショーンのコラボ、はい、97、なんていうんですか、名前は971、971ですね。この97、はい、MX97 と、はい、この1のこのソールが合体したみたいな。あ、なるほどね。このソールとこの上のアッパーの部分の融合、はい、あ、確かに言われたらそうですね。こう、うん、本当に分かんないんで僕、はい、可愛いものを集めてるって感じです、まあ、そしたらこんなになってしまったと。そうですね。じゃあこれがアッキーのベストキングで、はい、ベスト1、ナイキが多いよね、まあ、ナイキが8割ぐらい、本当にすごいと思う、これは。いや、僕あ、これそれだ。僕ナイキに抵抗があるわけじゃないんですけど、うん、なんで履かないんですか。履かないんだろう本当に。え、最後に履いた、はい、前私の動画でも言ってくれてたんですけど、はい、最後に履いたスニーカーが何でしたっけ。最後に履いたのが、はい、ターミネーター。あ、でもいいの。ここにロゴ入ってるやつですね、はい、ターミネーターの、はい、ベージュとオレンジと白のやつを履いて、うん、むちゃくちゃサッカーしちゃった、それで。あ、でもうごちゃごちゃになって、まあもうそのままでもいい使い方ですね、はい、スニーカーとしては多分嬉しかったと思いますでもこれは MX90 ですか、うん、これは1ですね。分からん、これが1なんだ。みんなこのナイキのマークのこと、うん、あ、そう、今日実ははい、我々はね来てますね、はい、ツツーシーナイキのコラボ、はい、こっちが1個前、これが最新、最新のこれもなかなかレアなんですよね。これもね、はい、でこれは何ですかこの、あ、そう、この数字がもうもろここまで見えてるのが1で、うん、もう見えないのがあるんですよね、この。あ、でもこれちょっと見覚えあるかも。そうなんですよ、これの方が新しくて、これが90、 MX90、 ここにここが積み重なってる。あ、これは We Love Nike のこれを履いてないと並べないよっていう、あ、抽選とかで列になった時にこれを履いてないと並べない、うんうん、そう、だからそのために撮ってるわけじゃないけど今後使うかもっていう、これもですね、これも
その並びに使うやつですか。あとこれもたまに出てきますね、これアニマルパック、アニマルアトモス系は。へえ、これもアトモスですか。それもアトモスです。アトモスで並ぶときはこの辺を履いてないと並べないっていうドレスコードシューズなんですか。うん、ダンクとか好きですか。でもダンクですか、うん、ダンクね、あのそれこそ、うん、それこそ今日すごく噛むんですよ。堀米くんがダンクでスケートしてるムービーを、あの X ゲームで、はいはいはい、堀米くんがね、こうすっごい技決めて、うん、最後こう板ちょっとパン蹴っ飛ばして、うん、なんかこうやって勝ったみたいな、うん、やってる時にこうナイキのあれは多分ダンクですよね、多分ダンク SB みたいな、うん、あのやつ履いてて、うん、めちゃくちゃかっこいいなと思って、そう、これでスケートするのかっこいいなと思ってから、ね、ダンクはすごい気になってます、うん、これなんてすげえかっこいいじゃないですか。いや、いいですよね。これ何カラーなんですか。これはミシガンカラーって言って、あの海外の、はいはい、大学のミシガンはもう古着でもいっぱいありますもんね、ミシガンカラーのもの、うん、これ超かっこいい。そっちか、私この同じシリーズでこの UCL、 ああ UCLA、 わあかわいい、それあかわいい、これ本当だ、うん、青白黄色、うん、ちょっと上見ていいですか。あ、確かに上にも結構あって、これとかって何なんですか、うん、昔この形すごい入りませんでした、うん、このコラボなんですよ。これはジョーダン6です。結構ごつくてでもやっぱ好きですね。あんまりこれもバスケットシューズですよね。バスケットシューズで、これは何ですか。あ、それはかっこよ、ジョーダン1のカセッタズム。あ、分かりやすいとこだとこの辺フラグメント、あかっこいいな、これコラボですね、フラグメントコラボで、こっちもね、ここにねヒールにちゃんとねついてんだ、かっこよ、なんかすごいかっこよく覚えてしまいました。かっこいいんですよ、マジか、なんかかっこいいんです。なんかコラボものが結構好きで、でも結局コラボのものが値段も高いし手に入りにくいっていうことですよね。そうですね、それとかもね2個揃ってるのはまあないね、やば、なんかもうやばいの分かりますもん。ユニオンコラボ、あユニオンのショップの、はい、あ、本当だ、ここにユニオンのねピスネームとかタブみたいなのついてる、これうわそれもかわいい、うん、私はこっちのカラーの方が好きなんですけど、あのもうこうちゃんと見るとめちゃくちゃかっこいい、そうなんかもう、うん、芸術品みたいな、いやあの分かりますか、これコレクターが多いのも分かる。うん、本当にこうラッピングしちゃってるんですけど、えこれはもうあれなんですか、あのラッピングすることによって加水とかをしないっていうことですか。そうですね、日焼けとかホコリを防いでる。あ、なるほどね、まあ、完璧には無理ですけどちょっとでも長持ちさせたいなっていうので。これって履くときに取って履いてもう一回これでやるんですか。もう一回やってます。ちょっと最後に僕すっごい気になる靴があって、はい、これうわ大好きな二足です。これはこれやばいでしょ。ダンクの何が好きかってよく、あこれはダンク、これダンク SB、 ダンク SB です。チャンキーダンキーってアイスクリームとのコラボと、あだからちょっとこう垂れてるんですね。あそうですそうです、すげえなこれ。これはグレートフルデッドっていうバンドだ。バンドの、え、ちなみにこれいっぱいこうコラボのアイテムがあるわけじゃないですか。はい、アッキーって何のコラボ多いとかあるんですか。え、そんなないやっぱ。ありますか。多分結構トラビスコラボは多い方かなとは。でもトラビスってやっぱレアっすもんね。うん、そうですね。あと、まあさっき紹介した2つと、はい、AG1 と。あ、これもトラビス。これもともとピンクなんですか。あ、これはピンクに変えました。あ、変えたんだ。うん、かわいい。うわ、これぐらいですかね。ちょっと、あの、企画がね、もうこっちでいいぐらいな。本当に取り上げてもらって。ちょっと一回もう、本題というか、企画に。はい。どっちに G 出します。こっちですかね。あ、出ます。かっこお願いします。せーの。シュプの ACG。やばいや、これ見てくださいよ、マジかっこいいな。てかあの本当にあのスニーカーかっこいい、なんだろう、なんかちょっと芸術を見てるかのような感じですよね。あのかっこいいもん、そう履きたいんで、はい、一回コーディネート、はい、今度こそ行きましょう。そうですね、もう歩いて行きましょう。あの G とか使わずに。そうですね、血疲れちゃうからね。
はい、じゃあアッキーのスタイリングをちょっと選んでもらって、はい、ちょっと考えがあって、はい、ちょっと絶対しないそうな、はい、まあ、いわゆるスニーカーヘッズみたいな、うんうんうん、こうちょっと、あ、一番理想です、僕絶対しないんで絶対この先一生、でも一生一生しなそうな、まあ確かにしなそう、絶対しないなっていう、うんうんうん、をやりたいなと思って、決めの T シャツを借りて、おー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 、これそのままこの上から着てもらっちゃって、あ、なるほどね、こう出す感じだ、はい、そうですね、あ、わかる、なんかB-boyみたいな、はいはいはい、スケッツの方はちょっとやりそうな感じそう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 、これでもいい具合ですもんね、あ、そうね、色合いが可愛い、はいはいはい、パンツだけちょっと私の、はい、すいません、ちょっとヘッツの力になれなくて、ヘッツっぽく洗い抜いちゃった、このなるほど、ナイキのパンツを、これ何ですか、これジョーダンとトラビスのコラボの時に出たやつなんですけど、あ、スニーカーも出て、そうです、アパレルも出たってことか、これ上だけ一回キスしてもらって、はいはい、着替えてきました、おーい、いやーちょっとね恥ずかしさもありで、すごくヘッズっぽい、はい、まさにこれじゃないですかこれですね、なんだろうな、このロンティーとかパーカーからこう T シャツを出すとか、なんかそういう感じがすごいヘッズっぽいなと、でこれにスニーカーを1個合わせてくる、うん、そうですね、でこれに合わせるなら、うん、あのジャージが一応トラビスのコラボなので、はい、やっぱトラビスかな、もうバチバチにこれを、うわ、それ履けるんすかちょっとこれマジ簡易な、簡易なやつなんで、いいですか、いいですかマジですごい、私は安いラッピングなんで、これを履かしてもらえると、ぜひ履いて合わせてみてください、超かっこいいこれ、ヘッツの方とかスニーカーを大事にされてる方ってなんか履き方みたいなのあるんですか、綺麗な履き方、いや、特に気にして、かかとを潰さないとかって感じですよね、そうですね、でやっぱこの履きじわをなるべく、緊張すんな、なんか若くなった気がするキッズ、キッズ、そう、キッズ、キッズ、おお、すごいな、本当にこれ、いや、本当にナイキを履きたくなる人の気持ちがわかるわね、いや、ナイキ超かっこいいさ、うん、びっくりした、まあちょっと僕が、はい、一個、うん、選びましょうか、はい、スニーカーヘッズじゃないやつですね、はい、まあ、さっきちょっとアッキーに選んでもらったのは、うん、僕が思ってた以上にヘッズになっちゃった、うん、そうですね、かなりアトモスコンとか、なんかまあスニーカーの集まり、はい、スニーカー会とかいうのがあるんですよ、うんうんうん、スニーカー好きな人で集まる、はいはいはい、とかにいそう、なんかこういう感じ、へえ、悪い意味じゃなくて、すごい私はやっぱ見慣れてるからなんかいいなって思います、なるほど、うん、やっぱなんかジャージパンツをちょっと、うん、ジャージとかスウェットパンツ腰パンで、うん、そうですね、オーバーサイズの服を重ねたりするっていう感じなのかな、うん、はい、まあ、イメージはありますけどね、うん、なるほどね、ちょっとじゃあ僕なりなやつをね、はい、じゃあ俺も組ませて、俺も組ませて、おーっと、じゃあまあ大丈夫ですか、尺的に行きましょう、行きましょう、はい、じゃあ急遽やってもらいましょう3秒コーデ、3秒コーデ、まあちょっと今カメラマンのねやってくれてる子がコーデと、まあ、彼もすっごいスニーカー好きなのよ、うん、なんでちょっとテンション上がっちゃってる多分、はい、さよなら、おー、すげえな、なんかちょっとじゃあ僕着替えます、はい、まあこれはね言われた通りに着るという企画なので、うん、はい、ちょっと僕はマジでやりすぎ、やりすぎ、これやりすぎですよ絶対先生、だって僕これいけます、いけるか、よし、いける、行きましょう、行きましょう、ちょっと着替えます、はい、ということでカメラマン兼スニーカーコレクターめちゃくちゃ持ってますよね、大ちゃんもめっちゃ持ってるんですけど、そんな大ちゃんが考えたコーデがこちらキラキラーのやつ、いや僕これねちょっと恥ずかしかったぐらい、どうなんすかね、
ギャンですね。ギャンギャンとはこのことっすよね、うん、まず、うん、金やりすぎまあでも僕のこと知ってるからこそのテーラードに、うん、スウェットショーツ、うん、で多分グッチをちょっとかけたのも、うん、エメレオンドレをね重んじてるんですよ、うん、絶対ね。そうね、この紐もやっぱ緩めるのがこれねポイントですか。これはね絶対ね、うん、エメレオンドレ出た、これ絶対エメレオンドレ俺がエメレオンドレリックでね、うん、靴も結ばないんですよ。あ、そうなんですね。そこつるってなってデニムとか履くんだったら、うん、ギュッて縛りたいけど、うん、ショーツとかだったら僕はこうやって履いた方がかっこいいんじゃないかなと思いますね。僕のやっていいですか。やりましょうじゃあ行きましょうか、はい、僕テーラーつけたかったんだけどな。まあ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 、どうしよっかな。あ、白シャツかな、やっぱ。あ、白のシャツに、はい、決まりました。はい、あの、綺麗めな感じでいこうと思います。あ、いいですね。これに、はい、ちょっと派手なスニーカーを履かしてもらおうかな。これに行きましょうか、はい、せーの、こんにちは、スクーン。そのなんか山彦みたいな呼び方されて初めて僕はちょっと本当はいつもの感じで来ました。僕がマジ履きたいので言っていいですか。はい、僕はもうこれかこれで、これかな。いや、めっちゃかっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいい。これミシガンカラーですよね。ミシガンカラー。ちょっと履いてみてもいいですか。履いてみてください。おお、かっこいいなこれ。ちょっと僕はこのミシガンカラーを、合わせてみました。あの、多分ですけど、はい、ナイキなんで合わせやすいかっていうの分かったことが、うん、あの、はい、白が基本的にソールに入ってるからなのかなと、うん、あの、勝手なあれですけど、白ってやっぱりソックスだったりとか、うん、まあ、インナーの T シャツだったりとか、うん、結構白の服って意外とやっぱあるじゃないですか、うん、どっかしらに白が入ってる。で、やっぱ白って一箇所に使うよりかは、うん、ちょっとこう散りばめた方がバランスがよく見えると思うんですよ、うん、白になんか白のストライプだったりとかで、ちゃんとソックスも白で、うん、でこのソールにちょっと白が入ってるのが、うん、ちょっとトータルしてバランスを組みやすいんじゃないかなと思いました。そうですね、でも言われてみたら、はい、確かにカレッジのこの辺って全部白入ってますね。え、この辺とかですよね。そうですね。え、だカレッジのやつってあれですか、うん、あの赤白のやつとかですね。そうです。オレンジとかはちょっと私は持ってないですけど、はい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 、7色ぐらいあるのかな。うん、ちょっとカレッジやっぱいいっすね、うん、いいですね。あとアメリカのキッズみたいな格好がすごい好きなんで、うん、なんかそれもあって結構カレッジが、カレッジというかこの、うん、こういう感じが好きなのかもしれないです、うん、あ、しかもあれですよね、あのずっと履いてたって言ってたターミネーターもカレッジカラーありますよね、はいはいはい、なるほど、そうなんです。多分若い時からその血がカレッジの血が、ね、なるほど。それ今ここに来て判明するという。いや、でも本当にあのナイキかっこいいです。わー、嬉しい。びっくりした。ナイキの人でもなんでもないんですけど僕のね、このチャンネルを見てくれてる方たちは、僕らだったらエメレオンドレだったりとか、うん、テーラーとか、スウェットセットアップとか、クランクスとか、うん、そういうものを結構、多くやってるんで、うん、結構スニーカーを、まあ、履く子多いのかな。スニーカーを、まあ、今後履くとか、挑戦するっていう方は、白が入ってる方が僕らの、僕のチャンネルを見てる方はちょっと合わせやすいんじゃないかなという判断をいたしました。まあ、ここにある中だったらどれが欲しいですか。え、まさかそういう感じですか。いや、プレゼント企画みたいなね。すいません、聞いてみただけなんですけどどれがいいですか。え、僕は結構 UCLA も好きだし、うんうん、このミシガンも好きだし、似合ってた、うん、でも結構カレッジ系がやっぱかっこいいんじゃないかなって、あ、まあ、さっきの言ってた通りがあるの、合わせやすさ、あとローがやっぱ合わせやすいんじゃないかなっていうのと、なんで僕でもリアルで履くんだったらこの辺だと思います。いい、はい、買いますか、この後。この後、この後、まあ、買います、はい、あのアッキーもティンバーランドで、ね、一緒に買い行ってるじゃないですか。なんで僕もナイキをちょっと購入をしようかな。でまあ、僕ちょっと今思ったのが、はい、なんか土定番に僕赤白みたいなの色あるじゃないですか。なんか土定番でなんか、うん、いい
ですよね、うん、高いですか。めちゃくちゃ高いと思います。まあちょっとあのスニーカーヘッズのコレクターにちょっとどうにかお願いして、うん、それも手ですね、はい、それ、はい、あれ証拠として、はい、インスタにちょっと載せてもらっていいですか。ああ、わかりました。あのインスタグラムにインスタグラムその買ったスニーカーをね、うん、あの履いてコーディネートとかに載せます、はい、結構ねコーディネートとかめっちゃこだわってインスタやってますもんね、はい、あ、チェックしてくれてるんですか。めっちゃ見てます、めっちゃ見てます、はい。まあ、アッキーもね、あのもうスニーカー女子だったらもうナンバーワンと思うんで、はい、よかったらアッキーのインスタと、こんにちはそのインスタを、チェックお願いします。で、僕もあのアッキーの方の動画でティンバーランドとか僕が普段デイリーで履いてる靴をあの紹介した動画が出てるので、よかったらそっちの方もあのチェックと、お互いのチャンネル登録の方も、はい、よかったらよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。こんにちはすと秋元でした。こんばんは、僕が最終的にゲットした、ナイキのスニーカーはこちらです。はい、と結局、そのアッキーとコラボの動画を撮ってた時にいたカメラマンの方がスニーカーコレクターということもあって、こんにちはっすはもうこの土定番にこの色がいいんじゃないかっていうことで、なんとプレゼントをしてくれて、でまあさすがに僕もこのナイキのエアジョーダン1はさすがにこう高いっていうのも知ってるんで、まあ、なかなか履けないというか、こうシワとかも作ったらちょっとなんかあれかなとか思って全然履けてないんですけど、まあせっかくいただいたんで、まあちょこちょこ履くようにあのしてます。で僕インスタに、まあ僕普段履かないんですけど、まあ、そんな僕が履いたら、まあ、こんな感じで合わせたいなっていうスタイリングもあのインスタに載せているので、よかったらあのそっちもチェックしてみてください。おやすみなさい。